はい、おはようございます。今、出勤前の車の中なんですけれども、会社の駐車場にいます。明日台風が、来るということで、結構今も雨がですね、降ってますけれども、やっと金曜日になりました。週末です。3連休、ですね。ちょっと2週間ぐらい前からですね、まあ、年齢的なものもあって、ぎっくり腰をやってしまいまして、友達の整体師のところにですね、整体を受けに行ってきます。ちょっとここだけ撮らせて、また今から整体アロママッサージです。はい、というわけで、友達の整体師のところに行ってまいりました。本当に2時間くらいですね、いろいろカウンセリングとか、いろいろその今の状態をとかをこう確認したりとかするのを含めて大体2時間くらいあったんですけれども、あと、まあ、最後の1時間はこう、リンパマッサージをしていただいたんですけども、本当にちょっとこう骨の、位置をこう調整する感じで、そんなに激しいこうアクロバット的なマッサージとか整体ではなかったんですけれども、本当にそれだけでもう一瞬で治ってしまいました。本当にびっくりです。でそれまでは整骨院に行ってですね、患部にこう注射を打ってもらったりとか、痛み止めの薬を2週間ぐらい飲んだりとか、あとですね、こういうコルセットを毎日腰に巻いて、出勤してたんですけれども、そんなことは嘘のように本当に一瞬で治していただきました。本当にありがたいんですけれども、やっぱりその西洋的なアプローチもありとは思うんですけれども、こういうこうちょっと東洋的な、整体とかですね、そういうマッサージとかそういうのもこう侮れないなということで、で特に私が行った知り合いの友達の、小学校時代からの友達がですね、始めた整体師のところに、行ってきたんですけれども、ちょっとその方はゴッドハンドというかですね、今まで私も結構こうマッサージとか、アロママッサージとか、自分自身でも1年くらいちょっと経験の意味で、ステサロンに通っで働いてたことがあったんですけども、それでいろいろ見てきましたけども、やっぱりすごかったです。やっぱ天性の何かをこう持っているというかですね、なので、今後はこう1ヶ月に1回ぐらいはですね、通って、ちょっと体調の方を、整えていきたいと思います。なので皆さんも整体、たまに、安いですしね、整体行って、日頃の体のズレをですね、直してもらうのもいいんじゃないかなと思います。はい、以上です。